童話住宅とは、童話対策事業の一環として、童話地区内に建設され、童話関係者向けに提供される、公営住宅である。住宅地区改良法に基づく改良住宅の中にも、童話対策事業として建設された住宅が含まれるが、一般に、童話住宅という場合は、改良住宅ではない、童話関係者向け公営住宅を指すことが多い。 自治体によっては童話向き住宅などと呼称することもある。改良住宅と区別して童話向け公営住宅と呼ぶ場合もある。また、童話住宅の建設と同時に林保館などの公共施設が整備されることもある。多くは一般の公営住宅と外観を意にしないが、福岡県のある自治体において通常の公営住宅の外壁の胸表示が四番号とされたのに対し、 同和住宅に限り、同番号とされたという事例が確認されている。同和地区の住環境改善のため欠かせない施策であるという意見もあるが、同和関係者を同和地区に固定することから、同和の理念に逆行するとの批判もある。また逆差別的行政施策の典型例として挙げられる場合もある。小賀市同和公私営住宅に関する規定小賀市例期集。 小賀州すき市童話無期生住宅の入居取扱い要項を臼杵市歴州、すき市小合理市、童話無期生住宅内整備資金貸し付け規定、小合市歴州、小合市住環境改善から見た童話事業の歴史と現状、水内都市を地理科学ボリューム53ナンバー33ピアニッシモ163から1731998年。 和歌山県新宮市における童話対策事業による公営住宅の建設過程と、ブラック解放運動1953から75年、若松司、人文地理第56巻、第2号、ピアニッシモ、74から92、2004年。ありがとうございます。